こんにちは、かおるんです。今日はですね、ギターコード徹底解説動画やっていくんですけれども、今回やっていく曲はですね、スーパービーバーさんのひたむきやっていきたいと思います。イエイ。この曲はですね、大人気のアニメ僕のヒーローアカデミアの最新シリーズのね、アニメの主題歌にもなっております。この曲はですね、非常にロックで、しかもスーパービーバーさんってちょっとね、独特というか破天荒なね、歌い方もしたりして、こうね、独特な曲になってるんですけれども、歌詞がね、めちゃめちゃ良くて、そこのね、ギャップがね、素晴らしくなっております。そして普段はエレキギターでね、弾いている曲なんですけれども、今回のね、アコギみたいにね、弾いていくとちょっとね、和風というかバラードなね、落ち着いた曲になったりもするので、そこら辺のね、変化も面白い曲となっております。このカオルンチャンネルのギターコード解説動画は、初心者の方もね、分かりやすくなるように、ちょっとね、疑問に思いやすいところ、そしてね、難しいところなんかをね、徹底的に解説しています。それではまずはイントロの解説からしていきたいと思います。まずはフルの演奏から見ていってください。どうぞ。はい、まずはイントロの解説をやっていきたいと思います。最初にコードの方ですね。こちらイントロで出てくるコードはですね、 D コードだけとなっておりますので、そこはそんなに難しくはないはずです。ぜひやってみてください。そして大事なのはストロークになります。ストロークは2種類出てきます。まずですね、1種類目いってみましょう。このね、1種類目、最初ね、曲のね、原曲の方を聞いてもらえばね、わかると思うんですが、最初ね、始まる前にこうエレキのね、音がジャカジャカって入るんですよ。ジャカジャカって、そのジャカジャカっていうのをこのアコギでも再現してます。やるのはダウンストローク、上から下に下ろすのと、下から上に上げるアップストローク、これをね、一回ずつ繰り返すだけになります。ちょっとね、うるさかったですけど、こうやってダウンストロークとアップストロークを一回ずつやってみてください。そして終わったら二つ目のストロークに入ります。二つ目のストロークが、ゆっくりやってみますと、鳴らすすかす、鳴らす、鳴らすすかす、鳴らす、鳴らす、鳴らすになります。二つ目のストローク、こちらはですね、4回繰り返します。4回繰り返した後に最初の A メロに入っていきます。あとですね、イントロだけじゃなく、この曲全体に言えることなんですけど、全体的にテンポがね、早めとなっております。僕のね、いつも出してるギターのね、タブ譜の動画と、あとこうやって徹底的に解説する動画、この二つはですね、今回アコギっていうところもあって170っていうね、 BPM で弾いてるんですけど、実際の原曲は188になりますので、本当のね、曲と同じようにね、やりたいっていう場合は、ぜひ188でやってみてください。それではですね、次に A メロのフルの動画から見ていってください。どうぞ。はい、 A メロの解説やっていきたいと思います。まずね、コードの方ですね、こちらで気をつけるポイントは3つございます。まず1つ目はですね、最初に出てくる D on F シャープになります。こちらですね、 D コードを F シャープをベースとしましてね、改良しましたコードになっております。通常の D コードっていうのは、親指を5弦と6弦にね、そっと押さえて鳴らないようにミュートをしています。それで鳴らすと、こんな感じで鳴るんですけれども、なんですが、今回の D on F シャープは F シャープがベース音となっておりますので、ギターってね、ベースの音っていうのはこの6個の弦のうち一番太い一番上の6弦になりますので、この6弦が F シャープの音が鳴るように親指でね、2フレットを押さえます。で、5弦は先ほどとは違ってね、解放してもらって鳴るようにしてもらって、あとは下の方は D コードと同じになってます。こんな感じになります。
そして二つ目に気をつけるべき行動、こちらが D-ON-A になります。こちらもですね、先ほどの D4F シャープと非常に似ていて、 D コードがねベースとなっているんですけれども、今回はねベースの音が違うっていうところで、 A がねベースの音となっております。このね A コードを6弦でねやりたいところなんですけど、ちょっとね6弦で A を鳴らすためにはね結構ね右の方にね行かなくちゃいけなくて、親指じゃね押さえられないので、この6弦自体はもう親指で鳴らさない、使わないっていう風にしてしまいます。なので6弦がなくなったということは、今度一番低い音っていうのはね5弦になりますので、この5弦でね A を鳴らします。ただこちら非常に簡単です。5弦はですね、なんと押さえなくても元々の音がね A になっておりますので、全く押さえずに鳴らしてしまいます。なので6弦は親指でそっと押さえてミュート、5弦はね開放弦で鳴らす、あとはね D のコードと同じように鳴らしていきます。こんな感じになります。さあ次に気をつけるべきポイント、コード3つ目、今度はですね正波コードが使われている Bmになります。こちらの Bmね正波コードって言われていて、いわゆるねよく難しいって言われる押さえ方の人差し指をねほとんどの弦を押さえてね鳴らすコードになります。こちらの Bmを押さえるときはですね、なるべく正波が使われている人差し指から押さえるようにしてみましょう。それはね、なんでかって言いますと、このね、6弦全体を見てもらってね、まあ、この Bm 一番上の6弦はね、鳴らさないので、人差し指でそっと押さえて、次にね、鳴らす音っていうのがね、5弦になるんですね。ストロークってね、基本的には上から下にね、鳴らすダウンストロークになるので、このダウンストロークでね、弾いた時に一番最初に鳴るね、音っていうのが5弦になるんですね。なのでこの5弦を鳴らす人差し指っていうのが一番最初にね来ないと音がねおかしくなってしまうので、まずは人差し指から押さえる、またはね他の指と一緒でもいいですから同時に押さえるっていうのをね心がけてみてください。今はですね Bmを例に説明したんですけれども、他にもね F シャープマイナーだったりとか、あとは他のね場所で G マイナーっていうのもね出てくるので、そこら辺もね正波コードになります。ぜひね皆さん人差し指から押さえるように頑張って練習してみてください。さあ A メロは終わりにしまして、次はね B メロ行ってみたいと思います。まずはフルな演奏から見ていってください。どうぞ。解説言っていきたいと思います。 B メロのねコードはですね、今まで出てきた A メロまでのねコードでね十分賄えると思いますので、ぜひねやってみてください。大事なのはストロークになります。ストロークね3つ出てきます。まず1つ目やっていきましょう。皆さんねちょっとだけイメージあるかもしれないんですけど、 B メロってこうね曲全体の中でサビに入る前のちょっとだけね静かな部分っていうねイメージがあるじゃないですか。まさにねその通りで、ちょっとだけね静けさを出していきたいので、ストロークをねいろいろ変えましてね、ちょっと静かな感じを出すように今回やってみました。その一つ目がこちらになります。まず最初に出てくる D オン F シャープをね弾きながらやっていきます。ゆっくりやっていきますと、鳴らす鳴らす鳴らす、あとは止めるためにこうやって手で押さえる、鳴らす鳴らす鳴らす、あとはね弾かないためにこうやって手で押さえる、 1,2,3,4 でね数えながらやってみると 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 っていう感じになります。1と2って言った時はね鳴らすんですけれども、その後の 3,4 のところはね全く弾かないっていう感じのね区分けになってます。この一つ目のストロークはですね、 B メロの最初のどれだけ行き急いでもっていうところから、ちょっとねその後進んでいきまして、最後の方のどれだけ面と向き合っても思いすれ違うかもしれないというところまで続きます。続いて二つ目のストロークになりますね。こちらが C コードから始まる、ただね上から下に下ろすだけの1回のみのダウンストロークになります。
この二つ目のストロークが C コードから始まって、一番最後の A コードの一個前の G コードまで続きます。そして三つ目のストローク、こちらがね、最後の A コードになります。こちらですね、ダウンストローク、上から下に下ろすのみを4回弾いてください。こうやってね、1,2,3,4 とね、数えるたびに上から下に下ろして鳴らす。そしてね、4回弾き終わったら、あとはね、1,2,3,4 ってね、ちょっとね、休んでもらって、実際のね、メインのサビに入っていくといった感じになってます。さあ、そしてメイン行ってみましょう。サビですね。こちらのフルな演奏から見ていってください。どうぞ。メインのサビ解説やっていきましょうっていうところなんですけど、実はですね、今までやってきた B メロでね、ほとんど完結してしまってね、サビ解説するところね、ほとんどないんですよね。まあサビはそんなに難しくないと思いますので、今までね練習してもらえればできると思いますので、ぜひ皆さんやってみてくださいね。さあサビまでね行きましたので、最後にねちょこっとだけ一箇所皆さんにお伝えしておきたいポイントがございます。それがですね、なんとサビがね、一個だけキーが下がる部分があって、最後にね、盛り上げていこうっていうね、パートがあるので、そこをね、見ていきましょう。その一個下がるサビの部分なんですけれども、今ね、下に映ってると思います。悔やんでしまうんだよ。迷いながらじゃ結局のね、結局のところでね、下がっていきます。この曲ってね、本来はエレキギターで弾かれていまして、エレキギターってね、ある程度抑えやすいので、こうね、キーが変わってもね、こう制覇コードでいっぱい巻かないでしまうっていうのがあるんですけど、今回のアコギはですね、あまりそういうことをしてしまうと疲れてしまうというのがあるので、このカポをねずらしてキーをね上げたり下げたりしていきます。このカポを変えることによって簡単にね、キーをね上げ下げしつつも、押さえ方はねその上げても下げても変わらないっていうのができるので、このね結局が出たところの手前の A コード、こちらで一回ね止めてもらって、でここねスッとねカポを切り替えてもらって、そこでね結局のところでねまたもう一回ね A コードとして弾いていくという感じでねやってみてください。ここねやってもらった後、一個下がった状態で弾いていきまして、実際にねこれまでもこれからもひたむきにのひたむきにがね終わったら、実際の元のキーに戻ってきますので、そこでまたね少しタイミング待ってもらって、こうカポを右にずらしてね4カポにしてもらって弾いてもらうっていう感じでやってみてください。いやいや、皆さんの中でね思うかもしれません、カポをねずらしてる時間なんて弾いてるのにおかしいじゃないかって思うかもしれませんが、ライブとかね行くとねそういうことしてるアーティストさんも結構いますし、全然ね間空いてもあれ聞いてて変だなっていう風に思うこともなく、むしろねちょっとこうアレンジ風を加えた感じでね聞こえて逆に良かったりもするので、ぜひ皆さん自信を持ってカポをね切り替えてみてください。さあそれではね最後まとめに行ってみましょう。はい、ということで今回はギターコード解説動画のスーパービーバーさんのひたむきをやっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ出てくるコード自体はね皆さんがよく知っているようなものがね多かったと思いますが、制覇コードがいっぱい出てきたので、何かね一つでも制覇コードできればいいですから、まずはね一つやってもらって、そしたら他のもねスラスラっとできるようになると思いますので、ぜひねやってみてください。そしてストロークの方はね、まあテンポが速いっていうのはありましたが、バリエーションがね非常に多いので、どれもね習得できれば他の曲にもね活かしていけますのでね、ぜひやってみてくださいね。ということで今回もカオルの動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目標に日々ねコツコツ頑張っておりますので、ぜひね皆さん応援をお願いいたします。
そしたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。